始まってるよ。そうだ、やばかった。始まってるよ。はい、どうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。はい、皆さんこんにちは、野球ちゃまのこです。はい、ゆうです。そうです、そうか、じゅうです。じゅうせいやです。せいや、お願いします。お願いします。はい、これ翔平チルドだよ、今日。あけましておめでとうございます。はい、あけましておめですね。あけましておめでとうございます。はい、ということで、今回これを紹介してきて、これフィールドコーチさんのこのボールなんですけど、今流行りのね、これ流行ってます、やっぱり流行ってる、流行ってる。やったことない、やったことない、ない。これは投球ですよね、うん、投球に関してのなんか向上みたいな。あのね、握り関係なくなんか投げるだけでスローヒックが安定するみたいな。マジっすか。だからそれも、なんだっけ、2本指でそう投げなきゃいけないとか、そういうのじゃなくて、昔なんかドッジボールとかやってやん。はいはいはい、それで、その感覚でもオラオラオラって投げまくるといいらしい。あ、じゃあとりあえず投げまくればいい。そう、そういうこと。そうなんですね。あ、じゃあこれでちょっと今日、ちょっと6人いるし、うん、ドッジボールやりますこの辺で。やんない。野球やりたい、野球やりたい、野球やりたい。そうそうそう、どう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 ですか。やる、できる、ひろぶどう。お前ドッジボールみたいな顔してる。そっくりやないか。間違え、そっくりやない、そっくりやない。これいける、こぶこぶ。今日中にはほらピッチャーとかね、目指してる方いると思うんですけどね、うん、でピッチャー ね、やる方いいかもしれないんで。みんなポジションどこ。ピッチャー、センター、センター、センター。どうも、ピッチャーいっぱいいるよ。ピッチャー行け、ピッチャー、ちょうどいい。欲張りやろな。まあ、まあ、肩の強さとかね、コントロールに関してはまあいいと思うんで、ちょこれでちょっとドッジボールを、まあ、軽くね、やらやら、オッケー、思います。はい、怪我しないように行きましょう。負けチームにはジュースで。負けチームで、そうしましょう。はい、おわっ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 、重そう、重そう、重そう、重すぎやろ。重すぎる。やろうぜ、やろうか、やろうか、さあ、行こう、行こう、行こう。
はい、お疲れさまどうでしたか。どうした、みなさん。いやもうね、ちょっとね、みんなが予想してるの俺を狙いです。いもうヒロもお前調子あんねん、誕生日だから。喧嘩するわけだから。どうだった、安かった。どうだった、安かった。どうだった、ナイスやばいやばい。よかったわ。これフィールドホースさんで販売してますので、もしよかったら、ね、チェックしてみてください。概要欄に貼っときますんでお願いします、はい、チャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いします。それではありがとうございました。See you。